てないな。誘われて待たしちゃ悪いからな。待って証拠。ああ間に合ってよかった。今晩は遅くなるって言ってたじゃないか。うん、でももう済んじゃったのミーティング。もう済んじゃったの。それ困ったな。あら何が困ったの。いや別に困りゃしないよ。ああよかったね本当に。こらごまかしてもダメ。私が遅くなると思って誰かと分けしようと思ってたな。よし冗談じゃないよ。じゃあここで愛してますって10遍言って、そしたら信じてあげる。証拠ここをどこだと思ってるんだ。どこだっていいじゃないの。さ言うのか言わないのか。証拠勘弁してくれよ。いやさあさあ証拠お前ね。あいやうちから本当に。ああ所長報告します。本日もつつがなく勤務を終了いたしました。敬礼。敬礼なんかどうでもいいんだよ。離れなさい離れなさいと言ってる。はい。もっと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 。はい、いかん。よれ。いいか。お前たち二人を見てると気が気じゃないんだよ。重ね重ね言っておくが、お前たち二人はあくまでも親子であって見てくださいと言ってる。え？決して夫婦。お車の用意ができました。あった。今行く。行きなさい。失せろと言ってる。失せろ。失礼しちゃうわ野良猫でもっぱらうみたい。本当本当だよ。さあもう信じてあげるから帰りましょう。うん、うん、あこれはフランス。いや大川先生お待たせ。お待たせ。あいや大川先生今日はどちらに。あらやだわお忘れになったの。今晩一緒にご夕食をするはずだったじゃありません。あやっぱり。いや大川先生、今日は娘の勤務が早く終わりましたので、今日のところは…あら、日暮さん。仲の良い親子っていうのも大変結構ですけれど、いつまでも過保護っていうのはよくありませんよ。そう言われてみればそうですね。最近娘にちょっと過保護すぎるかなと。よくもそんな。いや、いいわ、お父さん。私に気兼ねなんかいらないわよ。どうぞ行ってらしたら。さすが翔子さんね。よくできた娘さんっていうのはこういう時気を利かすもんなのよね。それはもう確かによくできた娘でね。ありがとう。どうかなさいました。いや別に。じゃあ参りましょう。そうですね、はい。ショートゲメ覚えてろ。バイ。なんないな。で、ごめんなさい。あ、翔子さん、とんでもない。当たってよかった。翔子さん、よかったらお茶でも。ごめんなさい、私今そんな気になれないの。あ、じゃあご飯。ごめんなさい、私もうお腹空いてないの。じゃあお家まで送りますよ。ごめんなさい、私今猛烈に帰りたくないの。じゃあ、どうしたの。いや、そのよかったご一緒しましょうか。顔洗ってもう一度よく考えてみよう。じゃあね。いつもこれだもんな。